髪の毛やば。うわーなんかやばい。やばいな。何この絵。喋りづらそうなとこもね、なんか。そう、そう、こんなになっちゃうんですよ。喋り方が。あ、そうですか。こっちはもうすっぽり入ってる。なんか髪がストッパーになってる気がする。怖い、怖い。これ首曲がりそうですね。この絵やばいね。なんでだ。狭そう。二人とも正面向いたら分かっちゃうと思う。そうやって攻撃する。あ、そうやって攻撃する。おい、みたいな。あ、知らなかったか。え、何言ってなかった。どうした。もう一回。どうした。ちょっと待って。珍しい反応してない。うわ、めっちゃ痛い。はい、ということで、はい、ということで今回はグーナルホームバースグーヨチホームの罰ゲームをかけた。顔もそういう風になるようにできてんだね。口開いちゃう。口開いてます。もう早口言葉絶対言えないじゃん。一回なんかグーグー喋る方聞いてみます。はい。オッケー、グーグル。こんにちは、グーグルアシスタントです。こんにちは、グーヨチホームです。グーヨチホームです。よしよし。面白い。そうしないと当てていけない。どっか馬の空だったよな。ちょっと斜めに向けて。こういう。ああ、そうだ。いいね。あれだよ。トイレに突っ込まれたような気分だね。わかります。まあ、こういう感じね。お尻が迫ってくる。お尻が見える、うん、それじゃあ、かゆい。かゆい。はい、顔が描けない。すげえ喋んな。よっち最近勉強してたもんね。はい。そうなんですか。そうなんです。ラリルエロ。ラリルエロ。ハギフヘホ。ハギフヘホ。タチツテト。タチツテト。タチツセソ。タチツセソ。ラリルエロ。ラリルエロ。負けてるよ。うーん。よし。ミルキーウェイ答えられたのに。これはもう終わったのに。絶対引けるぞ。今35億って言ってるじゃん。あれ男の人の数を言ってるんだ。人か。その数え方ある。そういうことか。今回の動画を見てくれたみんな、ぜひアップデート方法を思いついたらコメント欄によろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。つらいよ。ありがとうございます。